留萌管内遠別町の移住交流支援センターピープルと遠別町の体験プログラムについてご紹介します。遠別町の市街地にある移住交流支援センターは、人と人をつなげるという意味を込めてピープルと名付けられました。ピープルには NPO 法人遠別地域おこし協力隊が常駐しており、遠別町での生活に関してアドバイスを受けることもできます。センター内は無線 LAN 完備で、居住スペースにはキッチン、バス、洋式トイレが完備です。またテレビや冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機などの家電用品を自由にご利用いただけます。移住交流支援センターのご利用、お申し込みについては遠別移住応援サイトへお申し込みください。続いては北海道留萌管内体験観光サイト留萌体験ナビから遠別町を楽しむ体験プログラムをご紹介しましょう。遠別町ちょっと暮らし生活体験では、移住交流支援センターに滞在される方を対象に7つの体験をご用意しています。1つないし2つを選んで体験していただきます。その1、遠別観光ツアーは、遠別町の産業を見て、知って、感じて、町民と触れ合える見学ツアーです。その2、遠別旬グルメ体験は、遠別町の名産品を使ったクッキング体験です。その3、羊触れ合い体験は、日本最北の農業高校、遠別農業高等学校で育てている羊と触れ合える体験です。その4、フォトトリップ体験は、遠別町だから感じられる自然の中を散策し、記念撮影できる体験です。その5、パークゴルフ体験は、道の駅の近くのパークゴルフ場で、利尻富士を眺めながらプレーする体験です。その6、そば打ち体験は、遠別町のそば粉を使ったそば打ち体験です。その7、つながる地域交流体験は、町内会館を利用して遠別で暮らす人々と交流できる体験です。これら7つの体験から、滞在期間中に1つないしは2つを選んで体験していただきます。体験料金などの詳細は留萌観光連盟までお尋ねください。続いては最北の米どころ遠別町ならではの体験をご紹介します。菓子工房花ぼうろでの大福作り体験です。遠別町産のもち米白鳥餅を使った大福餅を作ることができます。自分で丸めた大福餅は、多少形が良くなくてもとびきり美味しいものです。大福餅作りの名人熊田春子さんの指導で楽しい体験ができます。体験料金、人数など詳しくは留萌観光連盟までお尋ねください。この他にもまだまだ魅力的な体験があなたを待っています。遠別町の観光体験プログラムについては、留萌体験ナビで詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。また遠別町の観光に関するお問い合わせは留萌観光連盟まで。電話番号は市外局番0164-42局3871番です。留萌観光連盟のウェブサイト、パブリックメディア型観光情報サイト留萌クラブも合わせてご覧ください。